中日 VS 阪神引き分け。勝ちを逃した立浪監督と負けを避けた岡田監督だわ。宇佐に忘れてるんじゃん。後藤に3打席与えた立浪すごいな。まあ課題は見えたな。細川を速攻下ろすのマジ禁止のある鉄人だから大丈夫。後藤、中島、上林、山本、なぜ宇佐美を使わないのか。首位のチームなんだから勝ちに関われよ。勝てた試合を本当もなくそ悪いわ。まったくやっぱ2点も取られると厳しいな。0か1で抑えないと。まあこれだけ球審にやらかしまくられながらも当てたんで今年は強くなってるわ。最初のヤクルト戦もそうだが、この試合も自滅で勝てなかった。回を完全にやられたの菅野だけじゃね。状態まあ負けなかっただけ良しとするか。明日の試合大事だわ。与田だったら球審に対する抗議文を提出してるわ。 W それくらいひどすぎる試合だった。これだけ誤審が多いのって近年でもナンバー1ではまだ1位。完全な負け試合をよく分けに持ち込んだよ。ただ中日の方はまだ余力あったな。見てなかったけど、また名古屋で行われている何かをやったのか。